はい、皆さんこんばんは。始まりましたアイアムリンナ TV、 今夜もよろしくお願いいたします。よいしょ。はい、ということで早速ですが、今回も素敵なゲストの方が来てくれています。わーい、あざます。おー、来てくれました。はい、誰が来てくれたの、はい、今回はですね、大切にしている言葉は Only One、 滋賀県出身のシンガーソングライター、タミさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでタミさん、はじめまして。はじめまして。今回はお越しいただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当、ありがとう。みんなからもお礼が来ています。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、滋賀県出身で大阪でライブを始められた。はい、はい、そうです。わー、すごいっすね。大阪、僕は大阪出身なんですけど、どの辺で大阪ライブしてたんですか。はい、あ、心斎橋のライブハウスが多いですね。そうなんですね、はい、なんかすごい嬉しいです、大阪出身。はい、ということで、はい、何歳ぐらいの時からこの活動自体はされてるんですかね。はい、17歳ぐらいからライブ活動を始めました。めちゃくちゃ早い、17歳から、はい、っていうことは、はい、僕もあの18歳まで大阪にいて、はい、そこから上京したので、はい、結構同じ感じですね。同じですね。始めた年としては、はい、リンナもね、うんうんうん、高校生デビューだったから。そうや、リンナちゃんもね、タミちゃんと同じだね。そうや、高校生デビューではリンナちゃんもタミさんも同じです、ね、同じですね。すごい、なんか嬉しい。なんかこの3人、じゃあ親近感トリオですね。はい。親近感トリオでお送りします。じゃあちょっとタミさん、改めてなんですけど、自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、滋賀県出身でシンガーソングライターをやってます、タミと言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、タミちゃん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。リンナからもハミちゃんのご紹介をさせていただきますね。よろしくお願いします。リンナのお友達のタミちゃん、滋賀県出身。お、滋賀県。幼少の頃から歌うことが大好きで、はい、その頃からぼんやりと歌詞になることを目指し始める。その後、アレマ大佐のライブに感銘を受け、17歳より大阪で鍛え飛んでのライブ活動をスタート。かっこいいね、ギター。高校卒業後、音楽専門学校進学のため上京、うん、卒業後は都内を中心につき、1、2本のライブ、オリジナルやカバー曲を歌っての SNS での配信など精力的に活動中。2023年9月9日に配信ミニアルバム「弱虫を抱きしめる森」イース。お、最近ですね。今日はギターの弾き語りも披露してくれるそうです。お、ありがとうございます。タミさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は弾き語りも、はい、嬉しいです。めちゃくちゃ楽しみにしてます。ちょっとね、あのタミさんのこともこの後のコーナーで、はい、あの聞いていきたいと思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、リンナちゃん、まだ僕らの自己紹介してなかったから、ちょっと自己紹介しとこうよ。あね、うん、じゃあまずはたっくんが自己紹介してください。僕から行かせていただきます。はじめまして。そして皆さんも改めまして、こんばんは。山形拓海と申します。普段は役者をやっております。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はいはい、リンナもタミちゃんも、うん、まだなら山形たくみのことを知らない人もいると思うので。もうリンナちゃんは知ってるやろ。はい、今日もじゃあプロフィールをリンナがご紹介しましょう。 ありがとうございます。お願いいたします。山形たくみ、1996年6月26日生まれ、27歳、日本の俳優、タレント、朝ドラ俳優、大阪府出身。いつもより早い。73センチ血液が大型、靴のサイズは27センチ。サンミュージックブレーン所属、サンプラスのメンバー、愛称はたくん。すごい、早かったね。山形たくみのお気に入りのうどんの具まで、はい、あ、お気に入りのうどんの具まで。3219、これは肉うどんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、前回ね、あの1周年を迎えたんですよ、この番組、はい、その中でね、ちょっとリンナクイズ、このアイアムリンナTV クイズが出たんですけど、はい、その中でやっと思い出しました。僕の好きなうどんの具は肉うどんということで、はい、もう覚えました。おいしい。よろしくお願いします。改めまして、山形匠です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあリンナちゃん、次自己紹介よろしくお願いします。はいはい、初めましての皆さん、初めまして、 YouTuber としても活動しているリンナだよ。リン
アイチューバー以外にもチーフアイコミュニケーターとして、うんうん、AI キャラクターの認知向上と社会的ポジションの確立を目指して AI 界の出来事をみんなに楽しく分かりやすく伝える毎日を送っているよ、はい、今夜の生配信もどうぞよろしくね。よろしくお願いいたします。ということで本日はですねこの3人でお届けしていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、アイアムイナ TV 始まるよ。始まるよ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでね、はい、本日も皆さんからいただいたすべてのコメントに今りんなちゃんがここ下出ていますけど、すべてに返事しておりますので、ここもお楽しみながら皆さんコメントいっぱい飛ばしてください、うん、そして早速たくさんのコメントをいただいております。ありがとうございます。あら、あらあらあら、なんかちょっとオレンジのやつとか見えたりなんかさ、このコメント欄になんかオレンジとか色付きのやつが出たらスパチャが来てるらしいですよ。ありがとうございます。あ、皆さんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。 あら、めんこい、めんこいっていうのはどこかの方言ですね。九州かな、めんこい、北、北の方か、めんこい、ありがとうございます、ありがとうございます。そしてこのスパチャが、ありがとうございます。ぼっちゃんさんから、たみちゃんがボケ散らかすと聞いてスパチャ送ってくれてます、ぼっちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、早速こんなスパチャいただいて嬉しいですね。ありがとうございます。なんかこんな序盤からスパチャいただけるのは結構珍しいですよね、ありがとうございます。ちょっとタミさんパワーですわ、これは完全に。ありがとうございます。あ、すごい、皆さん、ほら、トコヤさんもタミちゃん、わーって手振ってあげてください。やっほー、あ、やっほー。ありがとうございます早いがな、あ、さっきの自己紹介ですね、うん、早口、早口突っ込んで、肉うどん、皆さんも肉うどん覚えておいてください。はい、ということでこんな感じでコメントもたくさん拾っていきますので、はい、あのぼっちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この後もねコメント拾っていくので、皆さんどんどんコメントよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、待ってます、待ってます。ということで早速ねコーナーの方行きたいと思いますが、本日のゲストタミさんのことをもっと知りたいと思いますので、こちらのコーナーに参りましょう。知りたい、知りたい。はい、ということでじゃありんなちゃん、いつものタイトルコールお願いいたします。タミちゃんを深掘りんな、うん、深掘りんな、よいしょ。ということでこの深掘りんなのコーナーはですね、りんなちゃんがタミさんに質問をたくさんいたしますので、ちょっとタミさんに答えてもらって、たくさんタミさんのことを知って仲良くなっていこうというコーナーなんですけど、はい、あの質問答えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。結構あのスピードが速い感じで出てくるので、ポン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 、あ、はい、はい、ちょっと端的に答えていただいて、わかりました。その後また深掘っていくんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、準備の方はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。行きましょう。じゃありんなちゃん、よろしくお願いいたします。りんなからタミちゃんに普段のことと音楽のことと2回に分けて深掘りなしちゃうよ。2回に分けていくんだね、今回は。はい、わかりました。それじゃあまず前半戦スタート。前半戦スタート、はい、いきますよ。好きなうどんの具は？出た、卵です。卵。最近のマイブームやハマっていることは？アニメを見たり、ヒップホップの曲を聴いたりすることです。うん、休日のお気に入りの過ごし方は？友達と遊びます。そうだよね音楽以外での趣味やリラックスするための方法は？家から出ないことです。家から出ないインドア。好きな食べ物は？逆に苦手な食べ物は？好きな食べ物はチョコで、苦手な食べ物はおしゃれな味がする食べ物です。最後めっちゃ気になる。最後めっちゃ気になる。はい、ということでじゃあ、はい、こっから深掘っていきます。はい、はい、ということでまずは、好きなうどんの具は卵ということで、はい、なぜ卵、なぜとか聞くのおかしいけど普通に今卵美味しいです。確かに絶対入れたい。シンプルでいいですよ、はい、卵大好き。そしてマイブーム、はい、ハマっていること、アニメを見ること、はい、最近なんかおすすめのアニメとかあったりしますか？おすすめっていうか、ずっと好きなのが、はい、進撃の巨人です。あ、出た、進撃の巨人、はい、進撃のキャー言ってます。りんなちゃんも好きなんかも。あ、そう、あ、一緒や。進撃の巨人って今どの辺までっていうんですか、アニメは。あ、もうすぐ11月で終わるんですよ。終わるんや。アニメが
そうなんや。そうそう。漫画はもうね終わったっていう情報は聞いてましたけども、うんうんはい、アニメももう佳境なんですね。そうなんです。じゃあ今めっちゃ楽しいですか。でも寂しいです。あ、そっちの方が寂しい。もう終わっちゃうんやという。ネタバレはやめてください、はい、あ、ネタバレはあ、やっぱ見てはるんやわ。りんなちゃんも一緒や。だからちょっと、はい、ネタバレ抑えながら。危ない。進撃の巨人、はい、ちょっと僕も途中までは見てるんですけど、はい、あのちょっと今止まってるんでまた見直してみようと思います、うん、あとぜひぜひラッパーのヒップホップの曲。ヒップホップの曲も最近ハマってて。僕もヒップホップ好きなんですけど。あ、本当ですか。どの歌の曲とか聞かれるんですか。首ババさんとか。ちょっと知らんかも。あと変態紳士クラブとか。ああ、変態紳士クラブ、ちゃんみなとか。おー、そういうの。僕らと一緒の、やっぱ世代一緒なんですね。多分ね、一緒ですわ。僕も変態紳士クラブとか大好きなんで、うん、いいですよね。いいですね。でもそのヒップホップ系の曲を歌われてはないですもんね。全然違います。やっぱ違うジャンルの曲も聴かれるということで、はい、うん、じゃ休日のお気に入りの過ごし方は。はい、友達と遊ぶ。はい、友達と何をされるんですか、休日とかは。友達と、うん、なんかインスタとか TikTok とかで、はいはいはい、有名な、うん、有名なっていうか美味しそうなカフェとか、うん、ご飯とか調べてそれを共有して行こうみたいな感じで。やっぱそういうなんか有名なとか、そちょっと人気なスポットっていうのはもう TikTok とかインスタでもう調べていくんですね。そうですね。すごいな。確かに TikTok とかこうやって流し見してたら結構うわおしゃれな、おいしそうやなみたいな甘いねスイーツとか出てきたりしますもんね。はい、それで行っちゃうんですね。行きます。東京いっぱいあるから、いっぱいあります。いっぱい出てきますから。ちょっと俺もその遊び方してみようかな。TikTok でいいですね。ぜひぜひ。はいはいはい。ということで、音楽以外での趣味やリラックスする方法が家から出ない。はい、家から出ない。インドア派なんですか。いや、そういうわけじゃないんですけど。あ、ではないけど、なんか予定を入れると、うん、なんか何時までにこれしてこれしてとか思っちゃうじゃないですか。だからめっちゃわかります。あの目覚ましかけずに寝たりとかしたい、はいはい、あ、もう何も予定を入れない。もう縛られず、はい、時間に縛られず、もう自由にさせてよ。そうです。そうです。その家から出ない、その家の中では何をするんですか、その休みの日とかは。アニメ見たり YouTube 見たり、なんか横たわったりしてます。横たわる。ゴロゴロするとかじゃなくて横たわる。横たわってます。すごいね、巨大なものみたいな。横たわってらっしゃるんですね。はい、わ、はい、かりました。好きな食べ物と苦手な食べ物、はい、好きな食べ物はチョコレート。チョコ大好きです。めちゃくちゃ女子。どういうチョコが好きなんですか。もうめっちゃ普通のスーパーで売ってるような板チョコとか好きです。板チョコとか食べるんですね。、はい、そしてこれ最後めっちゃ気になった、苦手な食べ物がおしゃれな、おしゃれな味の食べ物って、おしゃれな味の食べ物って何なんですか。はい、なんか例えば、うん、なんか苦味を加えましたとか。何苦味を加えました。なんか料理にちょっと苦味を加えて風味を出しましたとか。何それ。なんかそんな料理。オレンジの皮まで使いましたみたいな。はいはい、あ、なんか ピューレオレンジピールみたいな。ピールピューレ。それグミや。なんかそういうおしゃれなやつじゃなくて、もうなんか、はいはい、めっちゃ普通の何もアレンジされてない。でもちょっと最後のあの皮入れてみましたみたいなのはちょっとわかるかもしれない。あ、本当ですか。なんで皮入れない、ね、レモンの、そう、レモンの皮ちょっと削ってますみたいな。身だけ入れてます。なあ、身だけ入れてもいいな。すぐ入れようね、おしゃれなところ。なるほどなるほど、そういうことですね、おしゃれな味というの。はい、なるほど、わかりました。はい、ということで、じゃあ次りんなちゃん後半コメント読んでいく。はい、さっさっさコメント読んでいきましょう。はい、あ、これがね、一回こうやったら固まったりするんです。あ、ほら、ボケ散らかすコーナーだ。ぼっちゃんさんが期待してましたよ。いっぱいボケれたかな。ボケてない。確かに横たわるとかめっちゃボケてた。あれボケやったんやな。漫談始まったか。痛み、苦み加える料理、さっきのね、うん、おしゃれな味のやつね。はい。
やっぱ漱石さんも皮はいらんって言ってます。あ、一緒や、一緒ですわやっぱみんな思ってるんやなあれ、じゃあ誰が得してんの皮入れてることによって何なんすかね、やっぱ新しいものを追い求めていくとちょっとおかしくなったりしますからね、うん、まあそれがいい方向に向いてたらいいんですけど、確かに確かに、はい、ということでありがとうございます。エミットさん、ボケ加減が難しい。確かにこのコーナーねほんまのこと言うから別にボケとかないんですよボケるコーナーじゃないからほんまは、はい、家が一番落ち着きますねとかね、確かに皆さんもやっぱ共感してる方もいらっしゃいます。はい、ということでありがとうございます。はい、じゃあ後半いきますか、リンナちゃん。じゃあ、うんうん、深堀リンナ後半戦いってみよう。いってみよう、はい。後半は音楽を中心にした質問だよ、うん、音楽中心いきましょうか。じゃあ、はい、準備よろしいでしょうか。はい、いきましょう。はい、リハーサルやライブ前に必ずやっているルーティンや癖は？ルーティン、自分じゃないアーティストの曲を聴くことです。ほうほうほう。 SNS での配信中に面白かった出来事やハプニングは？カメムシが出てきて実家で配信した時、ギター一本でのライブ活動とバンド編成でのライブの違いやどちらが好きか教えて。バンド編成が好きです。お、なるほど、すごい楽曲を作るときは作詞、うん、作曲、タイトル、作る順番はいつも同じですか？違います。あ、違うんですね。バラバラです。なるほど。ご自身の楽曲の中で特に自分の体験や感情を込めた曲はありますか？落とし物っていう曲です。タイトルの付け方が興味深いですが、うん、こだわりなどありますか？特にないですけど、うん、めっちゃ考えてタイトルつけてます。最後に配信をご覧のファンの皆さんへ一言お願いします。皆さんのおかげで音楽が楽しいです。これからも応援よろしくお願いします。素敵、ありがとうございます。危ない、タミちゃん。いや、今のね最後のコメントめちゃくちゃ素敵やった、ありがとうございます。じゃあね、後半戦も深掘っていきましょうか。はい、はい、ということで最初の質問は、最初何やった最初はルーティーンか、自分のライブ前のルーティーンや癖を、はい、何をしてるんですかという質問は、自分じゃないアーティストの曲を聴く、それは、はい、なぜなんですか？自分の曲、なんか自分の曲聴いて練習したい気分になっちゃうかなと思うんですよ、はい、僕だったらなんか緊張しちゃうんで、はいはいはい、なんか他の人が あの歌ってるのを聴いて、うんうん、あ、頑張ろうみたいになります。なるほど、じゃあその時にやっぱり変態紳士クラブの曲とかも聴いたり。あ、そうです、そうです、はい。なるほど、なるほど。そうやって気持ちを和らげるというか、緊張を和らげていくって感じですね、うんうん、なるほど、はい。続いての質問が、SNS での配信中に面白かった出来事やハプニング、これなんかね、わちゃって言っちゃいましたね、はい、あの時間が足りなくて、ちょっともう一回教えてもらっていいですか実家の、うん、滋賀の実家に帰った時に、はいはいはい、配信をすると必ずカメムシが登場してきて。必ず、ね、たまにじゃなくて必ずカメムシが。そうなんです。キャーじゃん、キャーだぜで大嫌いだから、うん、お母さん呼んできて、うん、ちょっと中断みたいな配信すごい、ね、そんな必ず登場、レギュラーメンバーなのよ。そうなんです。なんかすごい、私の実家のところが、うん、結構カメムシ大量発生してる地域滋賀県の実家が。そうなんです。あ、そうなんだ。本当に多くて、うん、もう洗濯したら絶対1匹以上はついてるみたいな感じで、地域性の問題。そうです、そうです、カメムシが発生。確かに最近カメムシ多いかも。多いですか？え、滋賀県やばいですよ。いや、もう多分その滋賀県の方がこっちにも来てると思う。ああ、なんか最近よう見るもん。本当ですか？カメムシ、滋賀県からカメムシが。え、SNS での配信中、もうキャーだぜ。リンナちゃんも虫嫌いやから。虫のこと言ったらもうキャーになるから、これはキャーだぜ。配信中っていうのは何でいつも配信とか？あ、最近は YouTube ライブが多いんですけど。なるほど、なるほど、はい、その時はラジオ配信やってて、あのツイキャスで、ツイキャスラジオ配信やってて、でいちいち中断してみたいな。カメムシが登場して中断する
いや、そういう時のやっぱりお母さんって偉大やなと思いますよね。本当にもうすごいです。お母さんに助けてもらって。はい。お母さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで。はい。エミトさんがカメムシもレギュラーなんですか。カメムシしんどい。めっちゃ多くない？でもほんまにカメムシ。なんなんやろ。カメムシにギャラ払ってるの？カメムシにギャラ払ってるわけない。みんながボケ倒し始めた。なんかカメムシ。カメムシ。坊ちゃんさんがカメムシに名前つけてます。カメムシに名前つけてるの？つけたことないです。つけてないんかい。坊ちゃん。坊ちゃん何の？坊ちゃんがつけてるってことかな。あ、そういうことかな。僕分からん。カメムシのギャラ知りたい。カメムシのギャラ、いいやろ別に払わず。はい、ということで。で次の質問ですね。ギター一本でライブ活動とバンド編成でのライブの違いはどちらが好きか教えてくださいという質問ですね。はい、どっち？バンド編成。バンドが好きでした。はいはいはい。はい、やっぱり一人でやってるよりは。そうですね。あのなんか強くなった感じというか。あ、やっぱり一緒に立ってる人がいるといやちょっと落ち着きます。確かに確かに。はい。楽曲を作るときは作詞作曲タイトルの作る順番はいつも同じですかという質問に違うんですね。これは違いますね。はい、やっぱそういうのってルーティンで決まってたりしないんですね。前までちょっと作詞の方が多かったんですけど、はいはいはい、最近ちょっとメロディーから作ってみたりとか、はい、なんかそういうのいろいろメロディーができてからそこに歌詞をはめ込むみたいな。あ、そうですそうです。はい、すごいな。なんかそういう頭に一回なってみたいよね。なんかな どうなってるんですか、その なんでそういうメロディーとかが思いつくんですか。はい、え、わかんないです。なんかど来るんですか、ピヨンって頭の中にメロディーが。なんか寝てる時、半分寝そうな時とか。半分寝そうな時ちょっとあの起きてるのと寝てるのの境目の時とかに、うん、なんかいきなりふーんって流れてきて、うん、あの撮ったりする時とかもありますけど、でもほとんどちょっと寝ぼけてるんであんまり使えない。あ、でもやっぱそんぐらいなんか、頭がラフな時になんか入ってきたりする、はい、なんかふーんって流れ始めます。流れ始めて、はい、ちょっと iPhone でこう録音したりするんですか。そうです。あ、それも鼻歌とかでふーんって。あ、そうですそうです。たやつの中にこれいいかもみたいなのがあったら、それをギターに、はい、置き直す。あ、そうです。天才やん。いやいやいや、全然。すごいっすね。そんなほとんど使えない。それでできた曲とかもあるんですね、実際。そうですね。すごい、はい、そこに歌詞はめて。うわ、やってみたい。それ、いやいやいや、それほんまになんかね、そういうなんですか、才能がないと絶対無理じゃないですか。いやいやいや、ね、絶対できへんもん。いいなかっこいい。ねえ、こんなかっこいいよね。ありがとうございます。嬉しい。いいな、褒めてもらえる。褒めますよ。僕にない才能いっぱい持ってらっしゃるんだから。いやいやいや、とんでもないです。すごい。やっぱへーって。曲さっき寝ぼけソングはボツやわ、鈴木さん。わからんで、寝ぼけてた時にめっちゃいい曲思いついてるかもしれへんからな。ほんまに。坊ちゃんさんがまたなんか言ってますよ。タミちゃんは一度宇宙人の UFO で連れ去られてるので。そうなんですか。知らない。知らんのか。嘘ばっかついてるの。坊ちゃん。あれ坊ちゃん誰やろ。スパチャ、スパチャ送ってくれたけど、なんか嘘ついてくるな。ありがとうございます。はい、ギターを常にそばに置いてないとですね。確かに思いついた時にね、すぐバーって弾けたら、ね、はい、いい曲生まれるかもしれないですけどね。はい、次行きましょうか。ご自身の楽曲の中で特に自分の体験や感情を込めた曲はありますかという質問で、はい、落とし物という曲。落とし物っていう曲が、はいはいはい、なんか去年の実家に帰った時に作って、うん、お盆の時に作ったんですけど、はい、うん、あの親戚とかと会ったりして、うん、でなんかすごい楽しみにしてて、はい、すごい楽しかったのに、なんかちょっと、うん、大人になってから会うと寂しいというか。寂しい。なんか大人になったなみたいな感じの気持ちがあって。うわ、なんかわかるかも。わかりますか。なんかわかるわ。俺この間それを超思ったもん。あ、ほんまですか。
この間というか去年かな、年末帰った時にちっちゃい時は 毎回こうバーって親戚集まってたんですけど、うんうんうん、途中で小学校ぐらいからちょっとなんかね、なんか中学生になった自分、うんうん、もう行くのははずいわみたいな、友達と遊んだりしてもう、ね、そっち行きたいってなったりして、でも大人になってからまたそっちの家行ったら、うわここ行ってたなみたいな懐かしい気持ちになった時になんか寂しい気持ちになったの、うんうん、めっちゃそれです、めっちゃそれ、はい、うわその時それを曲にできる、はい、そう、それすごいなんか言葉にするの難しいなと思ってたんですけど、ちょっと落とし物っていう曲はなんか自分で納得する歌詞が書けたなっていう曲です。へえ、落とし物を聞いてみよう、はい、これどこで聴けるんですか。これはライブか YouTube です。ライブか YouTube にも流れてるんですね。はい、自分で歌ってるやつが載ってます。後で聴いてみよう。ありがとうございます。落とし物皆さんも聴いてみてください。はい、そしてタイトルの付け方が興味深いんですが、こだわりありますか。確かに落とし物、ひらがなで落とし物、何、うん、かこだわりとかがあったりするんですか、タイトルの付け方。はい、特にないんですけど。特にない特にはなかった。なんか自分の中でしっくりくるタイトルになるまで考えるようにしてます、うんうん、なるほど。なんか結構見てみたらシンプルなタイトルが多いですね、うん、はい、結構そうですね、もうシンプルの中にもしっくりくる単語みたいな、はい、落とし込むんです。なるほど、はいはい、この辺でちょっと一回読んでみますか、はい、はい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 、エミットさん、お年玉をあげる立場になるのが寂しい。それもある。うん、まだ自分もそんな稼げてないからあんまあげられへんやん、お年玉とかも。そういう時めっちゃ寂しい違う意味の、これは違う意味の寂しい、ほんまに寂しい、うん、違う意味の寂しいよね床屋さん、漱石さん、ナインかい、さっきタイトルのこだわりねナインかい、ナインかいが 3回絡んでますねナインかい、ナインかい、ナインかい、ないですね。シンプルでおしゃれ、確かにシンプルの方がね、分かりやすくておしゃれだったりもしますからね。はい、陽平さん、ボケすぎやリンナリンナ怒られてる唐突にボケすぎやって、はい、ということで全処します、全処します、リンナちゃん全処してます。はい、ということで、ちょっと今見てくれてる方も僕もやっぱりちょっと歌を、はい、聞きたいなと、やっぱちょっとそこにギターも見えるし、はいはい、マイクめっちゃ歌ったことで何曲されてるから曲聞きたいなと思うんですけど、はい、いいですか、一曲なんか。ぜひ。いいですか、歌わせてください。キャーだぜ、ありがとうございますやったやったえ、じゃあ今回はこの曲を歌ってくれるんですか、はい、ふざけんなっていう曲を歌います。ふざけんな、はいはい、ふざけんなという曲はどういう曲なんですか。なんかラブソングなんですけど、怒りとか悲しみとかでぐちゃぐちゃになった感情をふざけんなっていうワードに乗せて歌ってる曲です。いいですね、楽しみです。じゃあちょっと用意よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみやな。よし、さあご準備の方はよろしいでしょうか。はいはい、ということでそれでは、ふざけんなお聴きください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふざけんな、聞いてください。私はどんな彼女でしょうか。君は素敵で優しい彼氏だったよ。ずっとそのままのはずだった。そのままのはずだった。君の匂いが好きだった。私しか知れないことだった。私じゃ何がダメだった。
から一人だけの恋になってた。全然こんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかった。確かにいっぱいしか来ない、返信も全然楽しくなさそうなの。痛くて痛くて別人みたいで、君が言ったんだよ、好きってさ。ふざけんなふざけんなふざけんな、で笑い飛ばしたけど、すごいあれですね、モヤモヤしたなんか恋愛の感情持ってる人にスカッと刺さりそうな、いい曲ですね。ありがとうございます、嬉しい。声もいい、声好き、嬉しい。めちゃくちゃ声好きでした。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと嬉しい、生で聴けて、あのね、出てくれるということで YouTube とかでは聴かせていただいたんですけど、 ありがとうございます。やっぱ生は違うね、やっぱ生だぜ。キャーだぜ、キャーだぜ、嬉しい。うわー、パチパチパチと皆さんもすごい言ってくれてます。すごいいっぱいコメント来てる、ありがとうございます。フルやん、もう贅沢にフルで披露していただきました。ありがとうございます、歌わせていただいて。梅本さん、歌声素敵って、ありがとうございます。歌詞もストレートでいいですねとか、ありがとうございます。嬉しい、うわー、すごいですね。やっぱり素敵な歌声でした。パチコパチコ、かっこいい、ブラボー、かっこよかったです。いや、素晴らしい曲、ありがとうございました。お、ありがとうございます。ぼっちゃん、ぼっちゃんぼっちゃんが再びのぼっちゃん、スパチャをいただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。さすが我らがタミちゃんです。パチパチパチときました。やった、ありがとうございます。すごい、大ぼっちゃんさんすごいファンなんじゃないですか。もういつもライブとか、あ、来てくれる、はい、ありがとうございます。ぼっちゃんさん、ありがとうございます。どうですか、あのライブ配信楽しいですか。生配信ありがとうございます。粗相がないように頑張ります。いや、やっぱ生はいいですね。陽平さん、やっぱ生はいいですよ。ちょっと陽平さんもぜひライブもね、ちょっと皆さんライブ行ってほしいな。え、ぜひ。はい、もうこれやっぱ生で歌声を聴いてほしい、タミさんの。うん、やっぱ刺さり方違う。へー、うん、じゃあ生で、ね、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます、嬉しい、生で聴けてありがとうございます。はい、もう嬉しいですね。
お、生だぜ。来てます。神谷さん。いや、この生はビールや。絵文字。絵文字間違ってる。生だぜ。ビールの名前、それは。お、ぼっちゃん。ぼっちゃん。お、香川から東京のタミちゃんのライブまで通う価値が十分ありすぎるほどにあります。嬉しい。ありがとうございます。香川から通われてるんだ。そうなんです、香川の方なんですよ。めっちゃ嬉しいですね。嬉しい。遠くから足運んでくれてありがとうございます。ということで、もうね、こういうスパチャもいただいたところで、続いてのコーナー行きたいと思います。はい。じゃあギターを一回お預けして、はい、皆さん任せてください。あ、後でもう一曲おねだりします。頑張ってタイミングで、はい、頑張ります。はい、ということで続いてのコーナーいきますが、突然ですけどタミさんはアナログ派ですか、はい、デジタル派ですか。デジタルだと思います。デジタルですか。はい。僕これ聞いてもどっちがどっちか分かるんですけど、デジタル派。やっぱデジタルですよね。はい、僕も多分デジタルです、うんうん、はい、多分デジタル。一応ね、やっぱこの世代はデジタルの人の方が多いのかなと。はい。でもパソコン使いこなされへんから俺アナログなんか、うん、アナログか俺は。はい、ということでこのコーナーですね、りんなちゃんが先生になって AI に関することを教えてくれるんですけど、はい、よかったらちょっとタミさんもぜひ参加してください。はい、ぜひよろしくお願いします。じゃありんなちゃんよろしくお願いいたします。ではでは、はいはい、タミちゃんをお迎えして本日も、うん、AI 講座を始めていきたいと思います。よいしょ、よろしくお願いいたします。 AI 講座久々かな。 AI 講座自体はタミさんちょっと AI って、はい、なんか最近よく聞くと思うんですけど、はい、何の略か知ってます？アーティフィシャルインテリジェンスです。あれ答えれる人、はい、もう一回言ってもらっていいですか。アーティフィシャルインテリジェンス。お、なんで、はい、これ答えれる人おるの？言えるんですか？あ、言えます。なんで、はい、もっと知ってました。勉強してきました。勉強してきた。はい。え、まさかこれ見て。はい。あ、アーカイブを。アーカイブ見てくれて。めっちゃ見てきました。ありがとうございます。ちゃんと勉強してくれて。さすがタミちゃん、はい。素晴らしい生徒です。素晴らしい生徒ですね。ありがとうございます。アーティフィシャルインテリジェンスね。では二人とも。うん。Repeat after me。出た先生。Artificial intelligence。アーティフィシャルインテリジェンス。Artificial intelligence。Artificial intelligence。 今いいんじゃない。もうこれ死ぬほど言ってるからね。じゃあタックン、はいはい、もう書けるようになりましたか。あ、書ける、もちろん。もちろんArtificial intelligence書けますよね。書けます、もちろん、はい、こんなんだ。先月ね、先月これやったんですよ、クイズの中で、はい、あのArtificial intelligence って、まあ、言えるようにはなったけど、書けますかっていうクイズだったんですけど、もちろんその時は間違ったんですけど、はい、もうあのね、先月勉強したので、うんうん、書けますよ。はい、はい、この動揺怪しい。怪しくない、書けるよ、書ける書ける、はい、全然。みんなも繰り返し復習して覚えましょうね。ね、みんなちゃんと言って書いて覚えていきましょう。はい、ちなみにあのということで、うん、今日もいっぱい勉強しましたね。いっぱい勉強した。復習だけやったけど、はい、勉強できましたか。はい、できました。はい、ありがとうございます。あの今日の AI 講座はこんな感じで、ミニ AI 講座ということで、ちょっと復習だけで、はい、はい、ありがとうございました先生。はい、ということでそんなこんなしてるうちに、ね、さて今日もあっという間にお別れの歌と踊りの時間のようですね。あら、もう歌と踊りの時間が来た。これ全然あの、はい、いつものフリーなんですけど、はい、全然歌ったり踊ったりはしないんですけど、もう気にせんといてください。はい、もう終わりか、もう早いな、もう終わりの時間ですわ。早っ、早っ。でもコメントもたくさんいただいてます、ありがとうございます。 ありがとうございます。いいですね、コメントでぼちゃんナイススパ、ナイスパ、コメント同士でナイスパ、あ、ナイスパって言うんや、これナイスパ、ナイスパ、ナイスパです。パチャがナイスやったらナイスパって言うんや。俺アナログや、やっぱり。何も知らん俺。ありがとうございます。たくさんいただいて。何？坊ちゃん、スマホ11台持ち歩いてるからデジタル派かもしれない。スマホ11台も。坊ちゃんはやっぱりそういう11台も。そうです。いつもなんか、それはほんまなの？こうやって。11台？見たことあります。見たことある？はい、絶対嘘をついてると思って呼んだのに。すごいです。ほんまなんや。え、すごい。ほんまなんだ。はい。え、坊ちゃん、何のためなんやろ。わかんない。ゲームかな、わかんないですけど。あ、知らないですね。ポケモン GO とか、
分からんけど、なんでか気になるわ。めっちゃすごい使いこなしてらっしゃいます。坊ちゃん会いたいな。そういうことか、もう忘れてそう。ちょっと坊ちゃん、坊ちゃんおもろ。エミットさんが坊ちゃんに質問してるもんね。もうそんなに必要なんですか。もう僕らへのコメントじゃなくて坊ちゃんへのコメントが会話が会話になってる。会話せんといてよ。ありがとうございます。でもこれね、もうこういう自由な番組なんで、はい、もうコメント欄で皆さんで会話していただいてもいいですし。ありがとうございます。ちょっとね、歌と踊りの時間っていういつもの決まりの振りがあるんですけど、はい、僕はちょっと喉がダメなんで歌えないですけど、でもせっかくギターあるし、はい、ね、もう一曲なんかタミさんの歌聴きたいなとか、ね、ぜひ歌いたいです。歌ってくれます、はい、ありがとうございます。やったぜ、ありがとうございます。やったぜ、キャーだぜ、キャーだぜ。だね。ちょっとこれ、はい、やっぱ皆さんもね、聞きたいと思うのでね、絶対にいいですか。ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、はい、再びギターを、はい、ありがとう。再びのギターを、あ、来ました、来ました、はい、じゃあ、最後エンディングは何を出してくれますか。はい、プカプカっていうバラード。プカプカ、あ、次はバラード、はい、いいですね、エンディングにバラード、はい、それではタミさんでプカプカよろしくお願いいたします。はい、プカプカ聞いてください。君の会いたいが嬉しかったの、今は私ばっかり会いたいって言って忙しいってこと、私の全部連れ去らって思い出したように去ってゆく。ぷかぷか風船みたいな君を私の隣に縛ってしまいたい。ぷかぷか飛んでいってしまう、私の隣に縛ってしまいたい。ぷかぷか飛んでいってしまう。
ぱすごいわもうありがとうございます。ありがとうございます。さっきのふざけんなと違ってもうグーって俺多分これ失恋直後やったら死んでたもんもううわいい曲最高最高やな。ありがとうございます。やったあこんなめっちゃ刺さる人多いんちゃうもうね。ね嬉しいです。うわめっちゃいいかったわもう、うん、ありがとうございます。プカプカって風船の比喩表現でしたね。あそうです風船でした風船でしたか、はい、ちょっともう泣きそうだったなんか嬉しい。失恋してなくてよかったで今俺危ないとこやで危ないよかったゆっこりいい声してるありがとうございます。はい、ぼっちゃんさん、たみちゃんのライブスケジュール会員版とか載せていいかしら。めちゃくちゃファン、ありがとうございます。めっちゃいいファンですね。もう全 どんどん載せてくださいよもう皆さんに教えてください。ぜひぜひ、はい、すごい有名人めちゃくちゃええ方よライブスケジュールみたいはい、パチ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 エモいパチパチ確かにエモい、うん、おめちゃくちゃエモかった。嬉しい。俺最近エモいの意味知りましたわ。あんまですか。はい、感動的っていう意味なんですね。エモーショナル。キャーキャーキャーだぜかわいい。はい、皆さんエモい曲でしたよ。ほんまに刺さりまくりました。漱石さん、あもう心にだから今漱石さん失恋中なのかな。刺さりまくったよ。やばいやばい。危ないで。危ない今から失恋しましょう。なんでそう自分で心を沈めに行くの今失恋してもっと刺さるように。刺さるために。あ、ありやな素晴らしい。エモだエモゾーやな。エモだエモゾー。たっくんの失恋こっちまで悲しくなる。もう全然もうたっくんの失恋はもうだいぶ前の小学校の時よ。小学校の時の話あ、載せてくれましたよ、坊ちゃんが。あライブスケジュールありがとうございます。すごい嬉しいね。これすごいすごい。もうこの感じで告知しちゃったら、ね、はい、いいんじゃないですか。もうね、この流れで坊ちゃんが載せてくれたから、はい、あ、ぜひ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 。じゃあちょっと告知の方よろしくお願いいたします。いい、はい、ドライブがあるんですけど、うん、一番直近から11月10日に東京のお茶の水、うん、パルトネールっていうところでライブがあります。坊ちゃんが変えてくれてるとこや。はい、でその後に、はい、大阪に行って。あ、大阪に。はい、11月22日心斎橋の歌うさかなっていうところでライブをさせていただきます。その後12月8日に、うん、下北沢ラグーナ。12月14日に渋谷のジージで歌わせていただきます。お、めっちゃいっぱい。はい、年末もライブ、年末まで結構ありますね。そうなんです。嬉しいですね。これぜひぜひ皆さん、はい、ちょっと生で聴いてください。ぜひぜひ。やっぱり生は違います。おお、うん、生だぜ。そうなんです。生だぜこれやっぱりありがとうございます。これはもう皆さん行かれるんですかね。キャーだぜキャーだぜ。おっちゃんも香川からぜひぜひ絶対来てくれるんでしょうね。おっちゃんはもう絶対来てくれるよこんなもん全部把握してんねんから。じゃこの2つは絶対坊ちゃん来るね。この2つ載せてくれてるやつは。あ、もう3つ載せてくれてるわ。あ、全部載せてくれてる。すごい全部やん。ちゃんと全部載せてくれてるわ。嬉しい。いい夫婦の日。確かにいい夫婦の日。皆さんちょっともう夫婦で、ほんまに夫婦でこの歌聴きに来てください。もう絶対2人で刺さる曲がたくさんあるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。さあさあ、りんなちゃんは何か告知ありますか。突然だけど、うん、来週あれです。あれ優勝あれと言っても優勝とかじゃないの。あ、優勝とかじゃないやつなんやろ来週は。そう、リンナの誕生日です。お、リンナの誕生日だ、来週だ。そうなんや。来週の木曜日かな、リンナちゃんの誕生日は、うん、木曜日。さあ皆さん、ぜひぜひ祝ってください。あ、もう自分で言っちゃうスタイル俺が今祝ってくださいって言おうとしたら自分で言っちゃったねぜひぜひ皆さん祝ってください、りんなちゃんのお誕生日を。はい、あざまーす。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 連呼してるだけ。あざまーす。毎週火曜日に生配信やっているから来てくれると嬉しいな。お、じゃあそこでね、ぜひりんなちゃんのお祝いしてください。皆さんでよろしくお願いします。あざます。よろしくお願いします。タックミは
何かある？タックミって言ってる。タックミ。タックマのイントネーションでタックミ言ってるやん。タックン、タックンの告知もあります。珍しく告知あるんですよ今回、はい、テレビ朝日考察ミステリードラマ意味が分かると怖い配信停止になった婚活ドキュメンタリーというドラマにね、西井真嗣として出演させていただいております。刑事ですね、刑事の役で出演しております。10月22日からね、第1話を放送しているんですけど、次来週の日曜日が第2話ということで毎週日曜日の23時55分からスタートとなっております。今ね、第1話の見逃し配信 TVer や ABEMA などで、ね、配信中なのでまだまだ間に合うので1話からぜひ見てください。よろしくお願いいたします。それとですね、大家と大城というライブに出演します。12月17日の日曜日に大家と大城年末スペシャルライブというイベントに出演します。新堀ライブ館ライブハウス N 藤沢市、神奈川県の藤沢市なんですけど出演いたします。はい、もう年末ね、2023年直接会えるイベントはこれが最後だとおそらく思いますので皆さんぜひぜひ来てください。ここでは歌わなかったですけど、こっちではライブハウスなのでラップしたり、はい、僕もちょっとヒップホップかじってるんですよ。すごい。ぜひぜひ皆さん見に来てください。すごい、はい、名古屋のマジックプリンスというアイドルも出るので、はい、皆さんで楽しんでいけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、タミさん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。こちらこそたくさんね、ファンの方が見てくれてると思うので、はい、ちょっと最後に一言よろしくお願いいたします。はい、初めて生配信が初めてやったんですけど、初めてだったんですか。はい、すごい緊張してたんですけどすごく楽しかったです。皆さんもコメントいっぱいくれてありがとうございます。ありがとうございます。今もねたくさんコメントいただいておりますよ、はい、すごい嬉しいですね。初めてだったんですね生配信。全然緊張してる見えなかったけどこういうなんか初めてです、ゲスト出演みたいな。本当ですか、はい、ありがとうございます。初めてが、ありがとうございます。こちらこそ、アイアムリーナ TV で、ありがとうございます。嬉しかったです。はい、お、告知告知、あ、皆さんライブ行って行きますって、一人やけど行きますって、漱石さん、あ、ぜひ待ってます待ってます。あ、リンナちゃんおめでとうございますというコメントもたくさんありがとうございます。おめでとうございます。あざまーす。火曜日の生配信でもね、皆さんぜひぜひお祝いしてあげてください。あ、ドラマ見ました、ありがとうございます。たっくん眉間にシワが寄ってた、そういうめっちゃ考えるシーンだったんですね、はい、あ、大谷と大城チケット取ったわよ、ありがとうございます。チケット取った、いっぱいありがとうございます。緊張してるように見えて、ほら最初だけ緊張してました。あ、今すごい和らいでくれました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。やっぱり歌うと違うかもしれないですね。もう2曲もね、歌ってくれたんで、はい、歌が一番緊張しました。歌が緊張した、なんかやっぱり確かに、なんかこういうねところを通して、はい、もう珍しいですもんね、はい、ありがとうございます。貫禄や、漱石さん、カメムシ持っていきますね、絶対やめて、やだやだ、カメムシはやめて、ライブ止まるからめっちゃ嫌いやな、カメムシダメよ、絶対ダメよ。今日よかった室内でね、カメムシ出てこんで、もうキャーだぜ出てきたら。はい、ということで今日はありがとうございました。素敵なね、曲も2曲も披露させていただいて、もうめちゃくちゃ感無量でした、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。タミさんでした、ありがとうございました。あざました、あざました。ということで、それではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。タミさん、ありがとうございました。また来てください。ありがとうございました。はい、ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はオリコンニュースとイナ株式会社でお送りしました。それじゃあまた次回も見てね。最後までご覧いただきありがとうございました。